いや、悪いやつ同士ってさ、意外とさ、仲良くなる、なるときはなるんだけど、で、今回もさ、宇田健のやつとさ、なんか、ブヨがさ、なんか話しててさ、結局ブヨはさ、あの、喧嘩負けてるんだよさ、宇田健のことバカにするわけじゃないですか。ね？じゃあ、本当は何で出るのもいるわけじゃないですか。宇田健の、俺がそういうふうに言ってたのは、ゴロゴロの役なんですかね。30分で芝居までかかるけど、だいたい1時間で100人は取るから、呼べば。お宝ね。100人しか呼ばないけど。KGB とか2回ぶっ飛ばしてからね、だけで。KGB 2回ぶっ飛ばしてるの、だけでね。それで伸びやすいに誰かあったんですって知らないでしょ、みんな。地元で強いのかもしれないけどね、俺たちには全然相手にならないのか。反面もさ、俺がいないとみんな呼べないわけだ。俺がみんな呼ぶから、なんかさ、あんま強く言えないのと、V はさ、結局俺に矛先を向けてさ、まあ、反面も V もバカだからさ、ね。あと酒飲むね、小林拓のレスパーね。上手上手に二人とも、川村とブヨなんてさ、もうすげえ上手上手にことしてるやつか、お互いがさ。結局、信長は、矛先を俺に受けるんだよね。わかります？で、川村もブヨも、お互いがさ、ちなみになんでこんなやろうとか言ってるけど、二人ともがさ、喧嘩したくないのわかるじゃないですか。出てたでしょ、ね、うん、シャバい。